こんにちは、ひろかです。はい、ということで今回は最近の購入品たちを紹介していきたいと思います。ユニクロとバンズとマーチンで買ってきたものになってるんで全部紹介していきたいと思います。ということでレッツゴー。はい、髪の毛が暗くなりました。っていうか私地毛の色に戻したくて今頑張って伸ばしてるんですけど、これぐらいは伸びてて、でここも一緒に暗く染めたら、その暗く染めたとしてもめっちゃ明るくなるんですよ、私の髪質。なんか何色に染めても染めてしまったら明るくなっちゃうんで、とりあえず全部地毛の色に戻したいなと思って今頑張ってるんですけど、でこっからいつも染めてもらってます。こっから染めてもらってて、もうハイライトとかも全部消えちゃったんですけど、暗くしてみて思ったのが、ちょっと広く暗いの似合わんくらいと思って、ちょっと垢抜けへんくなってしまったかなと思ってるんで、もしかしたら明るくするかもしれません。私いつもこれの繰り返しなんよな。いつも地毛の色に戻そうと思って頑張って伸ばして、で伸びきった頃に明るくしちゃうみたいな、そういうの繰り返しなんですけど、飽きるような髪の毛の色って。はい、ということでまず1点目、じゃん、こちらのバンズのオーセンティックでございます。めっちゃ可愛いないこれ。私まずオレンジと白のチェック見たことなくて、おっさん出てきた。こんな色あのしてた。めっちゃ可愛いな、ね、このオレンジと白。黒と白をずっと欲しいなと思って気になってたんですけど、なんかスニーカーいっぱいあって、まだ履けてないスニーカーもあったんで、ズル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 と欲しいなと思いながらも買えてなかったんですけど、偶然これに出会ってしまってすぐ決めました。紐とか結べよって感じなんですけど、これぐらいの厚底で、この靴シンプルな服とかに足元これ履くだけでめっちゃおしゃれやと思うんで、いっぱい履こうと思います。しかも安なっとった。なんか閉店セールとかで安なっとったんですけど、ネット見ても安くなってたんで今が買い時かなって感じです。ほんでサイズが US7 っていうサイズ。普段23か 23.5 スニーカー買ってるんですけど、今回 23.5 にしました。でちょっと先っぽのところが、上のところが余るみたいな感じで歩きやすいんで、ピッタピタやったら歩きにくいんで、ちょうどいいサイズ感やなって感じです。はい、ということで次。はい、ということで続きまして、じゃん、こちらのニットです。スケスケの、めっちゃ可愛くないですかこれ。あのマネキンが着てるので見つけたんですけど、この服はチャオパニックで閉店セールやってて、で入ったら可愛いのに出会いました。あと前後 2way でこっち前にしてもいいし、こっちを前にしても着れるようなニットです。私の大好きなショート丈になっててめっちゃ可愛い。で下に着るトップスで服の感じが変わるんで、それもめっちゃ好きなんですけど、今白着てるんですけど、これ黒着ても可愛いし、カラー入れても可愛いし、いろんな着方できるなと思って、これは買ってよかった、大正解。めっちゃ可愛いねこのスケスケ感が。こんな感じでこの袖のとこに切り替えがあるんで、それもポイントになってて可愛い。大きい網網なんですけど、お部屋なんであったかくて着心地がいいです。 156.5cm で着た感じがこんな感じです。デニムで合わせてみました。可愛いよな、シルエットがめっちゃ可愛い。入れても可愛いけど、ハイウエストのデニムでこんな感じで合わせてカジュアルに着ても可愛いし、これにタートルで合わせても可愛いと思うし、いろんな組み合わせが楽しめる服に出会いました。でこれがそう閉店セールやったんで8690円やったんですけど、半額で買いました。はい、っていうことで次、今回一番買ってよかったというか、やっと買えたって感じなんですけど、じゃん、こちらのマーチンで買ったエイドリアンスナッフルローファーです。やばくない、念願やっと買えた。こちらが 27,500円なんですけど、もうめっちゃ可愛い、ほんまに可愛い。ローファーが欲しくていろんな店で探してたんですけど、マーチンのこれを見つけた時に欲しいって思って、この金具の感じとかも大好きで買いたいって思ってたんですけど、サイズがなくて、いろんなお店に問い合わせしたんですけど、なんかもうこれあまりもうないんですみたいな感じで言われて、ないんやと思ってもう諦めようとしたんですけど、なんかありました、店舗まで行ったら
こちらサイズが37ってやつなんで、何センチか分からへんけど、とりあえずでも言えるのはやっぱりそりゃそうなんですけど、めちゃくちゃ靴ずれします。私マーチのブーツで靴ずれしたことないんですけど、この甲のところが当たるんで、1日歩いとったらめっちゃ痛かったです。なんかあざみたいになりました。まあでも革靴あるあるなんで、ちょっといっぱい履いて私の足に馴染ませたいと思ってるんですけど、全部で6足マーチン持ってて、全部お気に入りなんで、また今度マーチンコレクションをまた別で紹介したいなと思ってるぐらいマーチンが好きなんですけど、新入りのこちらです。なんか何言おうとしてたか忘れちゃった。何言おうとしてたか、新入りの、まあいいか。こんな感じで、底も厚いし質もいいし、めっちゃ履いてます。ほつれた。こういうのはなじましといたら大丈夫。はい、ということで、次2つ前のザラの動画でユニクロもちらっと紹介したんですけど、そのニットが良すぎてあと3色追加しました。エクストラファインミリのタートルネックセーターのブルーとピンクと、白と黒のボーダーを買いました。ほんまに着回し効くし、着心地いいし、タートルネックが苦手な私にも、この首のところが苦しいみたいにならへん感じで、めっちゃ好きなんで、これはおすすめです。しかも安いしな、2990円で全部 S にしました。でもこれもともと持ってたんが、この白が良すぎて3色買いました。いや、これはほんまに何色持ってても使えるし、着回せるから、なんかインナーにニットの下に、これにの下に着てもいいしな。タートルとニットの合わせとかめっちゃ可愛いから、何にでも合わせれるんで、日替わりで使えるぐらいいっぱいゲットしました。ちょっと着てみます。青がこんな感じ。詳しくはザラの動画でいっぱい喋ったんで、よかったら見てください。ちょっとリップを濃くしてみました。やっぱり上げたりした方が可愛いと思うんですけど、こんな感じですね。色もほんまに画面で見たままの色です。可愛い。はい、次。はい、ちょっとボサボサなんですけど、こんな感じで、赤がこんな感じ、ピンクや、ピンクですね。こちらがピンクなんですけど、どっちかって言ったら赤より、これのもう一個赤みたいな色もあったんですけど、それがちょっと自分の思ったよりも暗い色やったんで、こっちにしました。ちょっと鮮やかな赤って感じですね、ピンクってよりかは。はい、っていうことで次。はい、着替えてさらにバサバサになったんですけど、こちら白と黒のボーダーですね。これしかもオフホワイトって書いてたんですけど、オフホワイトでは全然なくて、ちょっとベージュっぽい白ですね。オフホワイトはこっちですね、この一番最初に買った白です。こっちのこのボーダーは、この白を買おうとした時にこれかこれかでめっちゃ二択で迷ったんですけど、でこっちにして、やっぱりこれが欲しくなったんで買ったんですけど、やっぱこれは一番可愛いかも。なんかジャンスカとかで合わせても可愛いし、とりあえず着回しが効くんで、もしかしたらまた色増えていくかもしれないですね。緑も可愛いなと思ってたんで、多分買うかも。なんか安くなりそうやけどな、ユニクロ1000円引きみたいなのよくやってるんで、もしかしたら1900円にならへんかなと思ってるんですけど、まあ、4つ買った後で安くなられてもちょっとなんか悲しいんですけど、この3色を追加で買いました。めっちゃ可愛い、よかった。重ねてきても可愛いんですけど、これ1枚でハイウエストのデニムと合わせて履くのもめっちゃお気に入りで、その上からジレとか着るだけでも秋とかにも使えるんで、いっぱい着ていこうと思います。ついでにこちらの、このこれはちょっと愛犬のお洋服を着させてるんですけど、こちらの IKEA でワンちゃんを買いました。これめっちゃ可愛くない？私の愛犬のイブちゃんが生まれた時からこの人形、これと全く同じぬいぐるみを相棒にしてて大好きなんですよ。ちょっと触ったりするだけでも嫌がられるぐらい大好きなワンちゃんのぬいぐるみなんですけど、だからボロボロなってたんですよ、その生まれた時からずっとあるから。で、新しいのを買ってあげたら、もうその新しいやつはいらんかったみたいで、その古いやつをずっと愛してやるんですけど、私もちょっと離れてて寂しいんで買いました。同じの。
そうで、それに起きさせてます。でこれを抱きしめて寝てますはい、ということで今回の恋の日は以上でございます。最後まで見てくださった方ありがとうございました。チャンネル登録と高評価を押してもらえたら嬉しいです。バイバーイ。